にちは。だねえな。さあやるぞ。ハンジさん、巨人の誘い出しに成功しました。こちらに向かっています。よくやった。さすがはリヴァイ班だ。それじゃあ早速交戦。エレア、私たちは確かに巨人との戦いに慣れているけど、万が一ってこともある。君の命を守れるの。はい、やってみせます。よし、いい返事だ。さあ私たちも配置につこうか。きっとエレンならやり遂げてくれるさ。私たちは私たち。はい、もういいだろ、クソメガネ。この辺りの巨人は狩り尽くしちまったぞ。まだエレンは巨人化できて。おい、どういうことだエレン。自分すみません。くそ、なんでうまくいかねえんだ。おかしいな。エレンが確実に命の危険を感じるように状況を整えたし、演出もバッチリだったのに。それもありそうだね。次はもっといろんな。そもそも私の立てた仮説が間違ってたのかもしれないし。しかし万が一エレンの能力が壁外での実用に耐えないものだったら。くそ、俺はどうすれば。とりあえず今回は撤収作業に移ろうか。私とモブリットは今回の実験結果をまとめてくるよ。エレンはここで少し休んでて、君はエレンの手当てをしてあげてくれ。悪いな。なんで今頃。落ち着け。エレン、なぜ今許可もなくやった。答えろエレン、どういうつもりだ。兵長、エレンから離れてください。落ち着けと言っている。離れるのはお前らの方だ。あれを見ろ。まずはあいつらを何とかするのが先だ。行くぞ。まだ悪い。とっとと巨人どもを倒しちまうぞ。この状況で何を優先すべきかを考える。まずは迫ってくる巨人を排除する。やったぞ。逃げたりしねえ。中途半端に巨人化するなんて。兵長、これは。落ち着けエレン。
俺たちが巨人を倒す間、お前はそこでじっとしていろ。言ってやる。あの巨人、まさかあれが。マジかよ。この状況で一番面倒な奴が来やがった。やったぞ。ゴブリット大変だ。エレンが、エレンが片腕だけ巨人になってる。分隊長、はしゃぎすぎです。落ち着いてください。今は巨人どもが押し寄せてきて、ハンジたちに構ってる暇はねえ。やったぞ。逃げたりしねえ。兵長、エレンと一緒にいるなんて大丈夫なの？今はそれどころじゃありませんって。やっと、この状況でもやることは一緒。私たちで何とかするしかない。ねえエレン、巨人化した部分、ちょっと匂いを嗅いでみてもいいかな。分隊長、近づきすぎですよ。って言ったそばから。分隊長、エレン、その腕触っていい？いいよね。あっ、分隊長、一気に急ぎすぎです。すごいけど、もっと私たちを信じて頼って。危険だ。さっさと仕留めねえとこっちがやられる。拠点を頼むぞ。ここまでだ。さっさと撤退するぞ。エレン、お前は俺についてこい。倒せたな。お前もエレンを護衛しろ。やっ、逃げたりしねえ。エレンのやつ、どういうことだ。許可は下りていないはずだぞ。
巨人の力は危険だ。あんなものを野放しにはしておけない。気分はどうだ？あまり良くはありません。実際に敵意を向けられるまで気づかなかった。あそこまで信頼されてなかったとは。当然だ、俺はそういう奴らだから選んだ。いいぞ、だが突っ走りすぎるなよ。救援要請ね、助けに行かないと。地獄のような状況であいつらは何度も生き延びる戦果を残した。迅速な行動で最悪を想定した非常な決断、それがここで生き残るために必要なことだ。かといってあいつらがお前に刃を向けることに何も感じないわけじゃない。できたぞ。エレンには俺たちへの敵意が、いや、人類への敵意があるのか。エレンの答えによってはあいつを殺すこともやむを得まい。私たちでみんなが撤退する時間を稼ぐぞ。よし、こいつが役に立ってくれればいいんだが。だが突っ走りすぎるなよ。負けできたぞ。やれるぞ。やったぞ。おや、巨人たちに囲まれちゃったね。どうする？面倒だ。全員で奴らを殲滅するぞ。エレン、お前は戦うな。下がっていろ。はい。くそ、俺にできることはねえのか。
数が多いな。この野郎、殺せ！距離を取りながら戦え。そエレン、また巨人になりやがるとは。エレン、どうしてまた巨人化したの。命令を無視した。ダメだ、通じてない。エレン、なぜだ、聞こえてないのか。興味はねえようだな。やることは変わらねえ。エレン、私だよ。声は聞こえているかい。ダメだ、意思の疎通は不可能らしい。聞いてくれ。ワイルドな神兵がいたものだ。
今のうちにエレンを回収してさっさと撤退するぞ。何も覚えてねえのか。はい、すみません。巨人になる力を使いこなせないといけないのに。そうだ、お前が巨人の力を操れないとなるとウォールマリアを塞ぐっていう大義も命令だ。なんとかしろ。とはいえ巨人化するための条件はなんとなく分かってきたぞ。自傷行為だけじゃ不十分なのは最初の実験で判明した。命の危機に瀕した状態で巨人化を試みてもできなかった。何度試してもダメだったのに、エレンは突然巨人化した。落とした包帯を拾おうとした時、そしてあの戦闘中、実験との相違点を考えるとおのずと巨人化の条件が見えてくるはずだ。君は何だと思う？それが無関係だとは思わないけど、今回分かったのはもっと違うこと。まだ断定はできないけれど、おそらく自傷行為に加えて何かしらの目的を持つことが。目的ですか？最初は包帯を拾うという何気ない目的で右腕だけが巨人化してしまったけど、巨人に食われていくみんなを見てらんなくて。どうして？そう、それだよ。より明確な目的を持ったことで完全な巨人化に成功したんじゃないかな。自我を維持できなかったのは残念だけど、大丈夫、慣れればきっと。これは俺たちが判断を間違えた、そのささやかな代償だ。だからなんだって話だ。お前を抑え、すまなかったなエレン。俺たちはお前の力に。でもそれでも私たちはあなたを頼るし、私たちを頼っても。はい、強くなるために大事なことね。俺は巨人をこの世界から駆逐したい。そのために兵長や先輩方のようにもっと強くなりたいんです。お前な、お前だって鎧の巨人を倒してえならもっと強くならねえと。向上心を持つのはいいけど、あまり無茶な真似。ああ、もし君を死なせたら人類にとって大きな損失だ。やはり巨人化の能力について解明するのが先決だと思うが。これからやってみたい実験もたくさんあるんだ。何回連続で巨人化できるのか。分隊長、鼻息が荒すぎます。それくらいにしておけ。こいつの意識を服従させることは誰にもできない。そいつらのような同期や
他の調査兵の連中と特に今度てめえら二人に受けてもらう任務では仲間との連携が必要になる場面も多いだろうからな。ああ、やってやる。俺たちならきっとやれるはずだ。だがエレン、一つ言っておく。お前が俺たちのような兵士を目指すことは構わねえが、俺たちはお前の代わりにはなれない。覚えておけ。代わりはいないか。いや、考えても仕方ねえ。今は次の任務を成功させることを考えよう。難しいって話したが、俺たちならきっとやれるはずだ。巨人を駆逐して必ず任務を成功させてやるぞ。できたぞ。あれは救援要請か。やれるぞ。手を貸してお願い。やったぞ。ごめん、助かったよ。気を抜くな、まだ危機は出してないぞ。あの色は、助けに行かなきゃ。
やった。そうなのがいるな。俺はやれるんだ。いや、俺一人じゃうまくいかなかった。お前がいてくれたからだな。お前とは結構長い付き合いになったな。これからもよろしくな。よっ。あの任務は兵長の言った通り大変だったな。しかしお前がいてくれて助かったよ。一人じゃ危ねえ場面もありがとな。俺もお前みてえに、いや、お前以上。どうした？俺は誰よりも現実を見てる。今何をするべきか。調子はどうかな？信頼って大事だよ。
よう、君か。わざわざ挨拶に来てく。それじゃあ私も改めて自己紹介をするとしよう。ハンジ分隊長の部下、モブリッド・バーナーだ。これからよろしくな。ああ、そんなに固くならなくてもいいよ。ほら、何か私に質問とかないのかい？何でも答えよう。趣味？趣味とは違うけど。分隊長、そのくらいにしておいてください。新兵が戸惑ってますよ。兵士として巨人と戦うのは当然の仕事だけど、同時に巨人の君もそう思うだろ？巨人研究の重要性が分かってるなんて。とにかく君にはこれからいろいろと手伝ってもらうことになると思うけど、一緒に。聞かせて。やるね。調子はどうだ？鮮やかな気分だ。部下の生活を守らねえとな。仕事しなきゃ。励んでいるか。
また来てくれよな。いらっしゃい。いいものが揃っているよ。また来てくれよ。何か提案があるのか。意見があればいつでも来い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 。